国民服儀礼賞国民服儀礼賞は、シナ事変中の日本で制定され、太平洋戦争期間中を通して着用された、国民服を礼服として使用する際に着用された、儀礼用の職所。1945年8月17日に成立した、東国の宮内閣の閣僚。当時は、終戦直後で国民服礼が執行する前であり、 国民服儀礼賞の配用者が3名確認できる。国民服礼によると、国民服礼奏派国民服を着用し国民服儀礼賞をハイブルモノトスと規定され、国民服礼奏は塩尾服やフロックコートモーニングコートと同等の礼服とされていた。そして国民服儀礼賞の正式は国民服礼別表第2によって規定された。一般に市販されるもので、 価格は1円程度とされていた。国民伏儀礼章は古代紫色で太さ4ミリの四打内紐によって作られており、主部となる対角長8センチの四角形に編まれた台座と、そこから伸びる長さ25センチの2本の紐からなる。台座の四角形は八酵一羽を表す。そして、各自の家紋または大家紋用に限り台座に付けることができた。 紐の端を国民服の台にボタンにかけ、台座を胸ポケットのボタンにかけて汎用する。当初被服協会が制定した際は台座を左胸に付けるとされていたが、国民服例では右胸とされた。戦時中のニュース映画や戦後制作の戦争映画でも、その姿を割合よく見ることができる。例えば映画、日本の一番長い日では、聖壇が下された。 午前会議後の坂水久ズや曲音放送を収録するため宮中に入った日本放送協会職員が儀礼賞をつけている。国民儀礼賞という類似した名称のものも存在した。これは国民精神総動員本部が観光総裁簡素化運動の一環として制定したもので、長寿用の黒と刑事用の紅白の長結びのリボンがセットになっており、 平服の左胸に着用した。国民服礼装についての国民服礼、第四条や五条のように、勲章等の廃用に関する規定ほかなどに定められた、礼装とみなす、胸の法令上の根拠はなかった。ありがとうございます。